皆さんこんにちは、フライトクルーズ .com へようこそ。本日は自家用操縦士 10 days チャレンジの day 1ということで、大変長らくお待たせしていたんですけれども、自家用操縦士 10 days チャレンジを始めていきたいと思っています。この10 days チャレンジについて簡単に説明していくと、自家用操縦士に必要な知識について全10本の動画で紹介していく、皆さんにお届けしていくというのがこの10 days チャレンジになります。全10本の動画を見ていただくことで、自家用操縦士に必要な知識について皆さんに習得していただきたいというのが狙いです。では実際に Day 1ということで、具体的なトピックスを始めていきましょう。今日ご紹介するのは全3本のトピックスです。1つ目に紹介するのは、自家用操縦士とは何でしょうかという内容です。そして2つ目が、実際に必要なルール、航空法や付属するルールについて具体的なお話を始めていきます。3つ目は宿題の紹介です。今回から紹介していく10本の動画では、大きく講義のパートと宿題のパートという形で2部構成を作っていくわけですけれども、特に宿題のパートで皆さんにそれぞれ勉強していただくことで、より一層の理解を深めていただきたいというのが宿題の狙いです。では実際に3本のパートを始めていきましょう。まず1つ目です。自家用操縦士とは何でしょうか、自家用操縦士に必要なものっていうのはどういった知識や技量なんでしょうかというところをお話ししていくんですけれども、まず自家用操縦士というのは、報酬を受けずに無償の運航を行うことというふうに定義されています。すなわち、自家用操縦士を取ることによって皆さんが趣味のパイロットとして空を飛ぶ権利を手にできるわけです。一人でも飛ぶのはもちろん、家族や友人などと楽しんで飛ぶことができる、そういったライセンスが自家用操縦士です。一方で、エアラインや使用事業などお客さんなどから報酬を得て行う仕事、これについては自家用操縦士ではできないので、さらに上級の資格の事業用操縦士が必要になります。この報酬を受けてはいけないというポイントを必ず忘れずにいてください。では2つ目のトピックス、航空法、そしてその他のルールについてお話を進めていきましょう。航空法というのは、国際航空民間条約以下をですね、この国際ルールにのっとって作られているものになります。さらに日本特有の事情であったりルールを盛り込んだものが航空法という認識に持っていただければいいと思います。航空法と一概に言っても、航空法だけで全て語ることができないということが挙げられますので、さらに踏み込んで見ていきましょう。まず航空法というのは、こちらピラミッドの中央に来るわけなんですけれども、さらに掘り下げていくと、航空法施行規則や国事公事などのさらに細分化されたルールという形でピラミッド構成になっていきます。このピラミッド構成になっているというところが一つキーワードになってきますので、これを意識してこれからのルールの勉強というところには入っていっていただければと思います。まず航空法が大前提であるわけなんですけれども、一つ実例を使って航空法、さらには施行規則や国事公事がどういった成り立ちで使われているのかというところを見ていきましょう。具体的な例として、機長の出発前確認というものを挙げていくと、機長の出発前確認の中で、機長は出発前に航空機の安全を確認しなければその航空機を飛ばしてはならないというものが航空法で書かれています。ただし、具体的に何を確認したらいいのかということについてはここでは言及されていません。では何を確認すればいいのでしょうか。皆さんのオリジナルでいいのでしょうか。そうではないですよね。航空法施行規則までステップダウンして見ていくと、その答えが書かれています。航空法施行規則の中で、機長の出発前確認としてこういった項目を確認してくださいという内容がさらに言及されて書かれているわけです。ただし、また登場するのが、航空法施行規則の中でも言及されていない項目というのがあるわけです。例えば、出発前確認の中で航空情報を確認しましょうという項目があるんですけれども、この航空情報についても書かれていないということになります。では航空情報はどこに書かれているのでしょうか。さらにステップダウンしなければいけないんです。航空情報については、この工事ですね、
こちらの中で書かれていて、実際の航空情報とはこういったものが提供されます、ここを確認しましょうという内容がさらに踏み込まれて書かれているわけです。このように航空法から始まって施工規則、国事や公事、こういったルールにさらに細分化される構図になっています。このピラミッド形というのを必ず頭の中に置いて、これからの航空法の勉強を始めていっていただきたいと思います。では3つ目、宿題のパートになってくるわけなんですけれども、今回紹介した航空法や施工規則、この具体的な内容をそれぞれ紹介していきたいんですけれども、まずは皆さんそれぞれが航空法を見て、施工規則を見て、さらには国事公事まで追いかけてみることで、より一層理解していただくことができると思いますので、第1回目は宿題という形でトピックスについてこちらテキストにまとめていますので、ぜひ動画の概要欄からですね、こちらをダウンロードしていただいて、皆さんのペースで進めていただきたいと思います。これらの回答については Day2 で詳しく説明していきたいと思いますので、ぜひ皆さんこちらの勉強を進めてみてください。ということで、今回は3本立て自家用操縦士とは何か、実際に必要な航空法施工規則などのルールの概要、そして宿題という形で3パートをお送りしてきたんですけれども、実際にあと残り9本の動画の中でさらに踏み込んだ内容を説明していって、皆さんが自家用操縦士としての知識を全10話の中で得られるようなコンテンツ充実させていきたいと思いますので、ぜひぜひご視聴のほどよろしくお願いします。またホームページ、 Twitter などもやっておりますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。